はい、順でございます。再び戻ってまいりました。声は果たして届いているでしょうか。世界一遅いモンストブログ始めてまいりましょう。皆さん申し訳ないです。まさかね、音が出てないとは思いませんでした。失礼いたしました。これで言ってるでしょうか。皆さん何かコメント残してもらえたら嬉しいですけどね。おそらくこれでいけてるはずです。ちょっとした調整ミスしてしまいまして申し訳ありません。みんなまだ見てもらえてくれてるのかな、大丈夫かな。一応私募集かけます。今回挑戦するのは今現在出てる脇見厳禁人雷の交差点、名前は信号機と。まあ珍しい名前ですな。ふざけた名前ですよ。早速いきますか。どうやら重力バリアがギミックで出てくるようです。必ず重力バリア適正の、まあ光なんでね、あんまり闇属性たくさんいても困るんですが、募集かけてみましょう。マスク、もうみんな寝ちゃったかな、もしかして。まいったな。まあその時にはその時で一人で戦いに行きますか。声出てるかな。なんかすげえ心配になっちゃうよ、こんなこと言われると。まあそもそも私のミスだったからしょうがないですけど。あ、よかった。高麗さんが言ってくれた。声出てますね。治ったってことは。ありがとうございます。助かります。これね、なかなか気づかないんで、全く気づかないんでね。行きましょう。まだ皆さん見てくれているかな？申し訳ないですね。遅くなりましたわ。ちょっとお待ちくださいね。すぐツイッターの方に貼り付けます。こちらの方にツイッターのジンチャンネルっていう方で検索してみてください。今はまだ募集をかけてません。今ちょっとね作業してますんで、ちょっとお待ちください。はい、あ、もうちょっと待ってくださいね。いやー、めちゃくちゃ恥ずかしかったな、こんな失敗するとは。ツイート今できたのかな。あ、今できてましたね。じゃあ私早速こちらで起動して入りたいと思います。 Go。 これで音楽が戻ってくるはず。はい、ドン。はい、私ルシファーで行こうと思います。コーラさん、イザナミと。まあ闇ばっかりでね来ちゃうとね。お、運極ですかね、もしかしてデスワーク。あ、ちょっと違うか。まあいっか。必殺だらけ人、ちょっと初めての方ですね。フレンドにもまだなってない。ガタクさん、アラミス、いいですね。ワクワク、何つけてるんですかね。即必殺、あー、あれ、せっかくだったのに。メサイア、おー、すごい。アグナムトさんです。では早速行ってみましょう。行ってみましょう。初見です、私。究極倒しに行きましょう皆さん。ではこちらではチャットの方をお楽しみください。これも消しとけたら分かるか。はい、
おい、では早速1ステージ目から。あ、やっぱ重力バリアなんだね。おい、ゴー。うん、あ、浜本さん頑張ってください。ありがとうございます、ありがとうございます。おほほほ、何なんだこのアグラムートとイザナミの組み合わせは。恐ろしい爆発力持ってるね。意外とみんな闇属性で来なかったっていうのが不思議ですね。一戦やってきたのかな。うん、ガガガガガ。うん、あ、ワープも出るね。縦貫のブーツ。あ、ごめんこんなとこに入っちゃストライクショット当てにくくなったね。あ、ストライクショットじゃない、友情コンボか。うん、いいんじゃないでしょうか、いいんじゃないですか。マリネ、五十嵐さん、ブンブン、ハロー、ともよ。似てねーもうやめようね、このヒカギンのね、真似するのは本当に頑張って、ありがとうございます。すいませんね、これもう禁止だね。おう、ワープが出んとは思わなかったな。あ、こっち行って下入りますわ。ナイス。ホーミングが継承されるの早っ、なんかリドラの攻撃。 OK、さて、まあ、ホーミング狙うのかな。一応私このカオルルシファースピードアップという友情コンボありますんで、皆さん使ってもらったらありがたいです。マリアネさん、やっぺぞ、やっぺぞナイス。やっぺぞってなんだろう、なんだろう、ちょっとわかんないよ、ごめんごめんごめん。あらま、オッケー、来たねボスまで。うん、体勢的にはワープと重力バリアか。劉備なんかいたらすごいいいでしょうね。あ、それ考えたらアルミツなんてもう最適性じゃないですか。うん、アルミスいいね。おー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 、いいねいいね。アグラムートってワープじゃないもんね、マインスイーパーだね確かね。結構このボスの手前にワープ貼られるのが邪魔ですよね。しかもブロックもちょっとあるっていうので敵にダメージ与えにくいな。あー、どうしよう、下から行ってみるか。ゴー、オッケー、ザコは全部これで倒したね。うん、マリアネさん、コロコロチキンペッパーズどういうことですか。いいねコロコロチキンペッパーズ、コロコロチキンペッパーズ、なんかこう早口言葉でね、コロコロペッパー、あ、でもね、勝ってる、勝った方々、オッケー、
23ターンってことはステージ4まであんのかな。どうだろうな、長そうだよな。おう、アラミス狙っていってな。ゴー。あらららららら。お、ここもうイザナミも適正ですね。ワープに重力で。ドロップキャラとしてはかなり適正ですねこれ。強い。ゲッチャー。長いよ長いよってやばいよやばいよってやつね。それと違うの。あ、でもちょっと余裕こいつたら割とヒットポイントが少なめだね。 OK、 あと一発か。うん、意外とヒットポイントがないね。ビットンが出てきたな。ビットンじゃねえな、シールドか。これなんだろうな、まさかダメージオールとか出してこねえよな。真ん中にいるの怖いんだよな。信号機っていう割には全然黄色以外、あ、青がワープなのか、赤は何なんだろう。え、赤はこのもしかしてシールドン、そういう意味。ハートを取りますか。ゴー。オッケーオッケーオッケー。もう少しだね。これ下に入れればかなりダメージ与えられると思うんですね。アラミスもアグナムと狙いつつ、多分これ縦勘でもう終わりでしょう。おし、ラストステージまで行けますよきっと。うん、オッケー。縦狙ってあのハートも行っちゃっていけない。信号無視は許さん。キャーって、あら。あー、かまいたちの神化も適正ですよってコメントのっけてくれてますね。なるほどね。なんかどっちもどっちでいけそうな気がしますよね。使います。そうだな、この辺狙ってアラミンする。あ、ごめん、ゲージミスった、ゲージミスった。ゲージミスだと重力バリアがなくなっちゃうんだよね。なに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 、うん、あ、もう単品でいっちゃうんだ。よし、アラミス全体行ってほしいね、縦とかでね。そしたらさあどうする。うん、うわー、はまったー。おー、危ないねこれ。ハート取りつつ、ナイス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 、いけ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 。おお、すっげえ。やりました。
激おこぶんぶん丸。おお、懐かしいね。激おこぶんぶん丸。ふう。オッケー、2体ゲット。ありましたね。てるてれー。おー。スーパーレア。オッ。コーラさん、絆達成でございます。ありがとうございます。オッケンチ。あ、サイヤさん、フレンド申請。ない。はい、ということで。勝ちましたね。意外とあっさりと。今の。はい。信号機。出ましたね。アンチダメージオールの反射ですね。そしてストライクショット、プッシュミー。触れた最初の敵をランダしレーザーで追い打ち。あー、まあ僕が使ってるダークドラゴンとかと一緒ですね。あの友情コンボ、バーティカルレーザーエール、上限、あ、上限2方向だよ。上限2方向。属性大レーザー。うーん、果たしてこれ進化したらどうなるのかな。神か、なかなかいいのかな。はい、ということで、お、すごい、17分で終わっちゃった。圧勝だな。お疲れ様でした。ということで、明日ね、もしかしたらかまいたち15時からですかね、生でやろうかと思ってます。ちょっとね、日中なんで、皆さん平日仕事なり学校なり行ってる方々が多いと思いますが、やってみたいと思います。うん、土曜日ヒカキンの運極音大丈夫です。アラミスさんのね、あのタクさんからツイッターが来ましてアラミスミスりましたと大丈夫ですね。15時無理、まあそうだと思います。まあ15時からやるわけ、まあ5時過ぎからやってみようかな。じゃあ17時過ぎですね。残り1時間、多分18時まで生、出現してるはずなんでね、その時にやってみようと思います。ちょっと多分皆さん参加できないかもしれないんで、一人で頑張って戦ってみようかなと思います。昨日ちょっとやってみたんですけど、結構強いですね。この信号機に比べたらだいぶ強いと思います。はい。あ、やっぱ皆さん、学校ですね。下手したら、私、一人配信の可能性がありますね。もう、その時は、バッサリバッサリ編集して切って、動画として上げた方が楽かなとかって思っちゃうんですけどね。5時ならできます。あ、じゃあ、5時半目安に行きますか。一戦だけ行くってことを考えて。ね。5時半。ありがとうございました、ゴーライさん。オーケンチもありがとうございます。ということで、ちょうどね、20分ぐらいもあって、いつもね、もう、最近50分ぐらいね、やっちゃっててね、ゲームね。申し訳ないんで、今日は簡単に皆さんも動画見れるように、この辺で終わりたいと思います。ナイスですよね、みんな。ナイスです。あ、ちなみに明日アシュラが夜出てます。アシュラも行きたいと思います。はい、では皆さん、今日はここまでです。簡単でしたね、信号機。とっととゲットして進化させましょう。バイバイ。冒頭音の乱れすいませんでした。ブンブンもういいよ。じゃあ切りますぜ。ありがとうございました。今日からゲームの実況番組を始めたジンと申します。今後もどんどん配信していくのでよろしくお願いします。もしよかったらね、登録なんかしてもらえるとありがたいと思っています。
もう一回だな。